通じないことは百も承知。でもさ、直接それを親父の口から聞かれるとさすがに、うん、親父、俺としても、え、誰、ま、迷ったか、半間雄一郎。何、雄一郎、誰、おじいちゃん？変わらん。肩幅広、うん、我が子相手に手こずる我が子。バキちゃんや。あ、はい。勝てるぜ、お前。見えたか、アメリカに勝った男じゃ。お、アメリカに勝った、半間雄一郎、ただ一人に対してじゃ。そこに立っていたのは遺体として運ぶはずだった日本人。その右手には不自然に首を折り曲げられた最後尾の隊員がぶら下げられていたという。今まさに悠々と立ち去ろうとする凶悪極まる鬼の姿を、作戦指揮官に突如降りかかった惨劇、去ったのではない。2000名を超える全乗員、彼らが甲板に集まるまで鬼は身を隠していたのだ。ものの数分で全乗員が国を代表する機関アイオワを捨てたのじゃ。アメリカに勝ったと言われたところで致し方あるまい。どういう技なのでしょう。その技はこう呼ばれた、ドレスと。消えやがった。踏み込んじゃならねえ領域に踏み込んだ。